はい、ということで皆さんこんばんは、トットと申します。さあ今日ラスト、魔神王の無監獄本日ラスト、撮っていきたいなと思うんですが、果たして私は最終層クリアすることができるのかね、だいぶ不安でございますけれども、まあちょっと頑張ってできる限りやっていきたいなと思っております。今日は見てください、右上ちゃんと充電しながらの録画となっておりますので、iPhone に邪魔されることはないでしょう。ナイトモードにもしてるしね。はい、ということで最終層、ですね、挑むパーティーは発想からちょっとチェンジさせていろいろいるんですけれども、最終層はまずはこちらのパーティーで様子を見に行ってみたいと思います。はい、ね、こちらですね、イデアルパーティーでございます。中はですね、だいぶなんだろう、自分の中で考えて、まあ、これにしたんですけど、ちょっと違和感を感じている人がいるのであれば、それは申し訳ないです。ちょっとパーティー考えるのが苦手なもので、ですね、まあ、順番に説明していくと、まあ最終層だから、まあ、体力のある敵が出てくるであろう想定で、キラーをですね、結論持っているキャラを結構詰めております。で、操作時間はこのイデアルちゃんが延長してくれるので、操作時間とかを見ずに、根性対策とキラーを持っているキャラクターで、まあ、ドラゴンキャラだといいなということで、まあ、エンハンス的にね、ドラゴンをイメージしたキャラクターたち、まあ、ちょっとこの子だけ、ドラゴンではないんですけれども、こちらでちょっとどこまでいけるのかなというところをちょっと見ていきたいなと思います。それではいきます。まあパーティーはね、ガンガン変えていく可能性大ですけどね。はい、ブラックパレット11646、暗闇解除、誰誰誰誰誰、はっ、シェリアスちゃんが働いた系、うわ、シェリアス有能、よっしゃ頑張ろう。回復も3つあります。とにかくサタン、驚異的なサタンだという認識で、やば、指の秒数見てなかったし、なんか知らないけどうまく動かせない。はい、つながってた。8コンボ、9コンボ、9コンボです。どうですか。あら、ワンパンはできないと何、でもあと2ターンありますね。大丈夫大丈夫大丈夫、まだわかんないですよ、まだまだ。まずは1回の突破をね、目標にしてやっていきたい。ボスより道中ですよ、今は。こんな感じで5678コンボ、910、よっしゃ、10コンボいけばまあいけるでしょう。キラー刺さっております。何のキラーが刺さったかちょっと分かんないですけど、2回デサウリング毒から、敵は残り3ターンと、なんかまあそこはサタン降臨的な感じなのかなと思いつつ、そんな生優しいものではない気もするんですが、まあまあまあ、甘えられるところは甘えていきましょう、存分に。どうせなんかすごいことしてくるって決まってるんだから、先生10万ダメージとかあるのかなやだな。まあまあまあ、で、ちょっとまあ闇イデアルにした意味とかも特に今は考えてなくて、まあコンボできたらこっちの方が火力出るのかなと思って、フレンドは闇イデアルにしております。正直イデアルパーティーをね、あんま火力出ないですね。しっかりと使ったことって正直なくて、ドキドキしてます。はい、これで6コンボ、7コンボいけ、まあまあまあそんなもんでしょう、いけ、まあ、突破できればいいです。3回、あら、いらっしゃい。回復ドロップ落ちやすくなったスーバーラー、優しょ。13秒パズルです。13秒だったら落ち着いてやれば全然できる。光イデアル1000万ぐらい出てた気がした。4回、
まあ 40% しかないもんね。ただ敵はあと2ターンありますので、あの落ち着いていきましょう。落ち着くことが大事。はい、こんな感じで8コンボ。あー、なんと、まあ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 、ちょっと次頑張って突破したい。ここは頑張りましょう。頑張りどころ。やば、めっちゃ迷ってる。はい、あー、ハートもう一個組めたな。つなげてしまった。ギリギリの8コンボいけんのか。あーあーあー、食らえた食らえた、よかった。そうだ、これ軽減がないんだよね多分。よし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 、まだわからん、まだわからんぞ。これで5678コンボ、よし突破です。よかった。5回まではなんとか初見。死のカウンタグカウントダウン5、暗闇を弾く、セリアスちゃん超ナイスなんですけど。はい、これで7、8、9、10、10コンボいけ。ナイスです。死のカウントダウン4。あー、4になってる。怖い怖い、怖すぎる、無理。これシェリアス防いだの超でかかったね、さっき。わかりました。これが限界です、ごめんなさい。あー、全然緑組めてなかった、まずい。3ですよ。はじけ、あー、惜しい惜しいです、シェリアスちゃん惜しい。これを持ってピッピッピーピーっていけるじゃん。木を持ってここに火が来るから、ちょっと怖いですねこれ。で4コンボは組めるけど、水ね、水。多分こう。はい、6コンボ、6コンボしか組めない、まずいです。はじけ、40% の能力だとやっぱ、待って待って、待って、これ威嚇できるじゃん。威嚇しましょう。ここはイデアルのスキルを使って威嚇します。で、暗闇を見えるようにした上で突破をしていきたいね。ってことは、階段を作りましょう。何のドロップも消さなかったことを今後悔しています。もったいなかった、とっても。まあいいや、とりあえず頑張ろう。はい、これで7、8、9、9コンボ突破しろ。びっくりした、このままでは終われんって。何、我に挑むか。2
2つの苦しみから選ばせてやる。ダメージを与えられなくなった。ドロップを消せばうんちゃらかんちゃら、もしくは何も消さなければ力を奪う。さあ選べ。なんて言ったの今。ドロップを何がどうした。え、なんて言った、なんて言った。ドロップを、ドロップを消せば何何、ドロップを消さなければ我に返るみたいなこと言ってたよね。わかりません何を言ってたのか。ってことなので、私は、成長します。消しました。よかろう。4000万以上ダメージ向こう。では時間をいただく。持ち時間3秒減る。始めようか。ダメージ与えられるようになった。ねえ、指。ちょっと待って、指延長持ってきてないよね。まあ仕方ない。よし、わかりました。よくわかんないです。とりあえず、水がないので、どうするか、あれなんですけど、まあ、何コンボか組めるだろうっていう想定のもと、ですね、どうしたもんだろう。ねえ、待って、指延長連れてくるだけだった。何秒、10秒か。まあ、10秒はまあ大丈夫でしょ。いきなりエンハンスいく。あと何ターン、次回使用可能まで15ターンと25ターンか。なるほど。そっか、シェリアスにもエンハンス連れてきてもよかったかもしれない。多分4000万は出せない。どうする。ここは惜しまず使っていこう。トライフェイス発動。ちなみに敵は悪魔です。キラーは、シェリアス刺さる、刺さらない、刺さるで2つ刺さるね。よし、行くぞ。はい、これが限界です。8コンボいけ。ナイスナイスナイス。足掛けがいい。ロック、なるほど。ロック、毒がめちゃめちゃ邪魔をしております。ただまだ防御がある。行くぞ。10秒あればできる。はい、できた。やったー、できた。とりあえず盤面最大8コンボ、9コンボいけ。なんというか潰してくれる。あー怖い、無理。軽減貼ってこれでしょ、マジなんですけど。そしたらですね、これは色がだいぶ欠けているので、シェリアスを使いましょうか。一旦の間にコンボ加算される。全ドロップを火、水、木、光、回復ドロップ、闇以外でございます。まあね、下のドロップがちょっとスキルが溜まってしまったので、アシストもしっかり対策していかなければならないんですけれども、対策の使用がまあなかったので一旦そのままにしてました。8コンボ9、10、よし、いけ。もがき苦しめ。あー、ホーディーン、どこにいるの。それでも8秒パズルを維持してるイデアルの強さね。オールドロップチェンジ。
が近づいているぞ。ねえ、ひどい。うわ、でも毒消したい。だがこれは仕方ない。オールドロップチェンジ。ああ、まあそうだよね、知ってた。さあどうする。ああ辛い。待って待って。あ、お、終わった終わった。回復ない。なるほど、なかなか厳しいで。よし、全力。もったいないからね、スキルを残して死ぬのは。指短いんだった。はい、痛いか。死ぬよね、知ってた。ねえ、ド S なんだけどこの人、サタンボイド。分かった分かった。なるほどね。まずシェリアスのアシストを変えます。それからイデアルは光イデアルにしたしてもいいかなと思いました。それから、あれですね、あのコットンは根性なかったので抜いて、悪魔キラーがガンガン刺さるような感じでちょっと調整してきます。さあ次のパーティーはこちらで行ってみたいと思います。これは犬夜叉は悪魔キラーを持っているので入れたのと、まあ、イデアル光イデアルにして、この子はなんかちょっと強そうだったのと、なんかちょっとキラーじゃなくて、あの、いや、これで完全あの暗闇耐性を設けようかなと思ったのと、シリアスにエンハンスを踏んできました。こんな感じのパーティーで今度はどこまでいい感じにいけるのかチェックしてみたいと思います。努力を消せば時間を奪う、もしくは身を消さなければ力を奪う。力を奪うってどういうことだろう。攻撃力が 50% くらい下がるのかな。でもドロップ操作時間を奪われた方が、イチゴを連れてきてるのでいいと思いますので、これはそっちでいきましょう。挑戦やってまいりました。頑張ってきます。あー、回復力が足りない、つらい。はい、これでお願い、落ちてこい。ねえ、惜しい。ここだったか。回復力が欲しい。そして私はディアブロスに手を出す。ディアブロスってすごいね、凡庸性が高くて何のパーティーにも入る。なんてひだ、なんてすごいやつだ。そのやつよりよ
で毒増やしてくるけど、まあまあ今度はどうだ。4万4000も軽減を張れば耐えれる気がするんだが、どうだかな。指軽減で、よし。そしたらいきなりエンハンスかけましょうか。攻撃と悪魔タイプの攻撃力が3倍。はい、対象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 でございます。素晴らですね。9秒でどこまで組めるか私次第。うん、全然組めませんでした。なのに落ちてくる。こんなに削れる。ここで使えるスキルが特にないので引き続き頑張ります。まだまだまだいける。お願い。よしよ、ナイス。うわ、全回復。もがき苦しめ。覚醒武功、覚醒武功解除。よし、まだいける、まだいけるぞ。はい、8、9、軽減張れた。10コンボ11、どうなる。いい感じです。で、次が4万4000ダメージ来るので、まあ光に変わってしまったら意味ないんですが、見切りを発動させます。よし、からのここは「ディアブロスがたまるんですけど、やばびっくり」。まあまあまあ、でも多分ガイン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 ってなって終了なんですけど、ちょっとびっくりしました。うむ、オールドロップタイム発動させてからの追加のサファイアやっちゃいましょう。もうが来る。ここにさらに、待って今何秒、9秒パズル。大丈夫、大丈夫だと信じたい。さあ全ドロップを強化。敵の最大 HP25% 分のダメージ、多分バイン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 ってなっちゃうんですけど、発動ですよね。よし、知ってた。では全力回復。8、9、10、11、11コンボ。わー、痛い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 。あー、
やばいです。そしてエンハンスもなくなりました。そしてスキルもないです。やばいです。遅延されたところでもともともうスキルなんてないんだ。はい、頑張れ。気持ちの問題だ。残ったと思った。今やった、めっちゃ嬉しい。ディアブロ強っ。ディアブロにした瞬間ですよ。ディアブロがいかに強いかがなんか示されますよね、今回のダンジョン。やったー、勝った。でも超嬉しいです。なんせ勝てた、初クリア、やったー、嬉しい。おー、かっこいい。このサタン持ってるけど、はい、ということで無事に無限の無空間無監獄クリアすることができました。よかった。いやー、結論ディアブロス強いということが改めて実感したダンジョンだったなと思ったんですけれども、いや今週はなんとか火水木金土日で動画を上げることができてよかったです。はい、またちょっとね、あの動画のペースは少し落ち着いてしまうかもしれないんですけれども、まあ、全然プライベートでも全然ゲームはやってやりたいなと思った動画は撮っていきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。イエーイ。